次に田口義則議員の質問を許可します。田口議員。一般質問の機会を与えていただきまして誠にありがとうございます。通告に従いまして順次質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はじめに障害者の日常生活用具給付事業についてお尋ねをいたします。まず給付される日常生活用具の種目は誰がどのように決めておられるのでしょうか。一点確認も込めてお尋ねをいたします。次に東武公園のドッグランについてお伺いをいたします。東武公園は平成27年度に野球場が整備され、平成28年度にはドッグランが開設されました。今年度には大型複合遊具が設置され、現在は野球場の夜間照明の工事も行われ、平成30年度から利用できると聞いております。私自身も東武公園のドッグランを利用しておりますし、また利用者の方もちょびっとずつですが増えているようにも感じますし、喜ばしく思っております。そのドッグランについて、まずは利用されている方からの要望などについて、現在の状況についてお聞かせください。次に枚方市駅高架下の安全な歩行空間の確保についてお尋ねをいたします。枚方市駅中央口下の幅広い歩行空間におきまして、昼間は円形ベンチなども設けられており、安全な歩行空間のみならず市民が集う場にもなっており、非常に良い空間になっているものと私自身感じております。しかしながら一方、深夜は一般歩行者の迷惑も顧みずスケートボードを乗り回す若者などで、昼間のこの良好な歩行空間も夜間は無法地帯化して大きな騒音が出ているときや、歩行空間の安全性が確保されず危険な状況になっているなど迷惑しているとのことで、私のところへも多くの声が届けられています。そこで1回目の質問としていたしまして、当該歩行空間における道路法としての位置づけ、またこうしたスケートボードを乗り回す危険行為に対して市としてのこれまでの取り組みについてお尋ねをいたしまして、1回目の質問といたします。坂本福祉部長。1、日常生活用具給付事業についてお答えします。日常生活用具給付事業は、障害者の日常生活における利便性向上のための用具を給付するもので、地域の実情に応じて市町村が実施する地域生活支援事業の中の必須事業であり、用具の種目や対象者については各市町村で定めております。松本土木部長。東武公園のドッグランは平成28年8月31日から試行的に開設しており、特に土日や休日には多くの利用者に楽しんでいただいています。利用者からは中大型犬と小型犬エリアに分かれて利用しやすいことや、無料で利用でき楽しんでいるとの声がある一方、利用者マナーの問題が数多く上がってきております。具体的には、利用者がエリア内で犬に餌を与えている、エリア内および園路に犬の糞を放置している、管理棟横のトイレに犬の糞が入ったビニール袋を流しトイレが詰まってしまう、エリア内で遊んでいた子どものボールを犬が誤飲した、犬同士の喧嘩などといった苦情を電話やアンケート調査などから受けております。利用者からいただいた苦情要望等は即時対応できるものから順次行っており、その他利用者へのマナーの周知徹底や啓発看板等を設置し対応しているところでございます。続きまして、枚方市駅高架下の安全な歩行空間の確保についてお答えいたします。ご質問の歩行空間は道路法に基づき枚方市駅南線として平成6年3月15日に道路認定し、本市が歩行者専用道路として管理しております。こうした位置づけの下で、当該歩行空間において平成8年頃からスケートボードなどによる危険行為に対する多数の苦情や道路施設の破損など被害も出ており、平成10年頃に集中して交通管理者の警察と連携を図り、この危険迷惑行為に対し看板による啓発や
巡回などによる指導を行ってまいりました。田口議員。ありがとうございます。順次2回目の質問をさせていただきます。まず日常生活用具給付等事業についてでございますが、身体障害者手帳をお持ちの方で24時間点滴が必要な方が日常生活、主に移動が必要な点滴台がですね、日常生活用具にないために自費で購入しなければならず、実はこの方10年前にも自費で購入されたということでございますが、結構な額になって困っているという声をいただいております。同様のケースで困っている方というのは結構たくさんおられると思いますし、点滴台は日常生活用具の対象種目にはならないのか、お尋ねをいたします。坂本部長。点滴台と医療用器具につきましては、基本的に日常生活用具の対象種目とはしておらず、透析器、加温器や電気式短吸引器等、厚生労働省から参考として示されているもののみを対象としております。田口議員。では視点を変えて質問させていただきますが、厚生労働省から参考として示されているもののみを対象としておりますという答えでございましたが、ではこれまでに日常生活用具の対象種目について、厚生労働省から参考として示されているもの以外に、要望等により加えられたものがあるのかどうか、お尋ねをいたします。坂本部長。厚生労働省の参考例以外では、これまでに人工呼吸器用の外部バッテリー、自家発電機等を対象種目として加えております。田口議員。日常生活用具の種目については各市町村で定められているということでございますが、日常生活に必要な点滴台を今後対象種目に入れていくお考えというのはあるのかどうか、お尋ねをいたします。坂本部長。日常生活用具の要件につきましては厚生労働省の告示で示されており、この要件に該当するかかも含め、対象種目として適切かどうかについて検討してまいります。田口議員。ありがとうございます。ちょっと調べてみますと、大阪府下においてこの移動に必要な点滴台が対象種目に入れられているという市町村はないようでございますけれども、ぜひですね、必要とされている用具を日常生活のこう実態生活に即した形で決めていただきたいなと思いますし、部下に先駆けて対象種目に入れていただくことを検討していただきますようによろしくお願いをいたします。次にドッグランについて質問させていただきます。2回目の質問させていただきます。利用者が多い反面、利用者が増えることによりマナー違反する方も増えているようでございますし、啓発看板等で対応されマナー改善に努めているということでございます。しかし、それだけで改善、本当にされるのでしょうか。利用者同士の意識の向上を図るには、マナー改善に向けていろいろな手法の模索も必要と考えております。本格実施に向けての取り組みについてお尋ねをいたします。また、私がドッグランにお伺いをしたときに、利用者から犬たちがドッグラン内を走っている間、屋根がなく、日陰で休憩する場所がないことに困っているとの声をお聞きをいたしました。利用者が快適に利用できるために屋根がない、日陰が少ないことについてどのように対応されるのか、お考えをお聞かせください。松本部長。現在施行で開設しているドッグランの本格実施に向けて、利用者の中から複数の方がボランティアで利用者マナーの向上を図るために自主的にエリア内のルールを定めていく活動を始められております。本市としましては、この活動と連携して多くの市民が快適に利用していただけるよう取り組んでまいりたいと思います。また、ドッグラン内の休息できる日陰の確保は、ベンチやテーブル横の樹木が成長することによる木陰を考えております。現在はその樹木が成長するまでの日差しの強い5月から10月までの期間、仮設として簡易テントを設置しております。今後の利用状況や利用者の声などをお聞きしながら、日陰の確保について検討していきたいと考えております。田口議員。ありがとうございます。ドッグランは施行運営のためにいろいろな課題の発見や見直しの検討されているとのことでございますけれども、日陰を確保するために試験的に設定している簡易テントであっても利用者の増加につながっているというふうにも思います。夏場は本当に日差しが強く、日差しを避ける場所があります、避ける場所がありませんので、ドッグランの本格実施の際にはですね、岡東中央公園にあるタープのような感じのものでいいと思いますし、
常設の日陰を確保していただきますように強く要望いたします。次に枚方市駅高架下の安全な歩行空間の確保について2回目の質問させていただきます。1回目の答弁でこれまでにもスケートボードで危険行為を繰り返す方へ平成10年頃に指導などを行っていたとのことでありますが、また再び現時点におきましてこうした迷惑行為により困っているとの声が数多く届けられております。スケートボードで遊んでいる方と一般の歩行者と接触するなどして事故がいつ起こっても不思議ではない状況にありまして、早急に新たな対策を講じる必要があるものと感じております。ここで2回目の質問として、こうした市民の声を受け、特に夜間において今後枚方市駅高架下の安全な歩行空間をどのように確保していかれるのかお尋ねをいたします。松本部長。はい。まずは枚方市駅中央口下の幅広い歩行空間において安全性が確保できるように、スケートボードによるもののみならず、とりわけ深夜の危険な行為の状況把握を改めて行っていき、今後も危険行為の徹底した指導など警察との連携を強め取り組みを進めてまいります。田口議員。ありがとうございます。3回目は要望とさせていただきますが、議会でも平成10年頃をピークに最近はあまり質問されていない項目だと思いますが、新たな課題として取り上げさせていただきましたが、ぜひ先ほどご答弁いただきましたように、まずは状況把握に努めていただきまして、行政にできることというのは限界があるとは思いますけれども、看板を使った注意喚起など取り組めるところから手をつけていただきまして、関係機関と連携しながら課題解消に努めていただきますように強く要望いたしまして、私の質問を終わります。これにて田口義則議員の質問を終結します。